二人は古い友人だと聞いたんですが。ですよね、クルーガーさん。ああ、お互い積もる話が多くてな、ライナ。ここはいい席だろう。ステージの喧騒がよく聞こえる。クルーガーさん、手を怪我しているんですか？どうやって、何しにここに来た？聞こうぜ。殺戮こそが人類史であり、エルディア帝国の歩んだ歴史でした。未だに力を持ったまま世界を踏み潰せるだけ。あなたをどこかで見たことがある気がする。マガト隊長はどこに？ファルコ！古いって何年前の？その本当の真実を今回初めて公表させていただきます。そうなのです。フリッツ王は自らの思想を引き継がせるため不戦の契りを生み出しました。ありもしない名誉を貪る卑しいコソ泥に過ぎない。戦士を拘束する仕掛けだろうね。古典的だけど、この狭さ。この壁はおよそ幾千万もの超大型巨人で反乱が起きました。フリッツ王の平和思想は淘汰され、反逆者、その名はエレン・イエーガー。しかし現在、始祖の巨人を身に宿すエレン・イエーガーは。俺は悪者だ。世界を滅ぼしちまうかもしれないな。お前と同じだよ。海の外も壁の中も同じなんだ。一体何ができたよ、子供だったお前に。私と共に力を合わせてパラディ島の敵を駆逐するまで。